サドアレ情報です。チームの活動が休止となり自宅待機が続いていた選手たち、昨日およそ2週間ぶりにピッチでの自主トレーニングを行いました。今月14日からチームとしての活動を休止していたコンサドーレ、昨日人数制限などを設けた上で宮の沢の練習場での自主トレーニングが再開されました。今回の対応について三上 GM は、1日3グループ8割減という人数の中で、クラブハウスおよびグラウンドを開放し、安全性というものを担保しながらですね、やっていくことがベストかなと、このような判断をさせていただきました。およそ2週間ぶりとなる本格的な練習を行ったキャプテンの宮澤選手は、サッカー選手としてはやっぱこう動き出せる場所を与えてもらって動いたことっていうのは、プラスになったかなというふうに思います。一人一人の感覚、距離感の問題だったり、走る上でもマスクなりをするようにだったり、安全な部分を自分たちで作り上げていくことができるかなと思います。また選手の姿を見ることができないサポーターへの思いを明かしました。やっぱり自分たちが今大事なことを発信していく、そういうのを続けていくことがベストなことだなというふうに思うので、自分たちがの情報を届けるということはやっていきたいなと思います。サッカー選手として動けないっていうのがね、本人たちが何よりも不安だったでしょうからね、ひとまずはこういうふうに対策を取りながらしっかりとやってほしいですね。そうですね、選手たちも今できる最大限の形で備えています。宮の沢での自主トレーニングは今後も1日3グループに分かれて行われる予定です。コンサドーレの選手たちが日々の暮らしに笑顔を届けてくれています。コンサドーレ新野選手会長の発案でスタートしました SNS 上でライブ配信を行うおしゃべりコンサリレーです。おととい土曜日には白井選手と金子選手が登場しました。コンサ入ってどう？先輩方が優しくて最高です。コンサは真面目かも。今月18日からスタートしたインスタグラムでのライブ配信おしゃべりコンサリレー。おとといは2018年にコンサドーレに移籍した白井康介選手と、今シーズンから新加入した金子拓郎選手が仲良しトークを繰り広げました。金子選手かっこいい。どうせやろ、白井君髭がかっこいいって言ってます。まあダンディに見せてるからね。ね、お前なんかツルツルだよ。なんかちょびちょびしか会えないんでめちゃめちゃダサいんですよ。サポーターからおうちタイムの過ごし方について聞かれると、ゲームとあと筋トレとかしかやってないです。もうやることが毎日同じです。もう今子供2人もいて、うちは確かに外出もできないから、もうずっと子供と遊んで、最近レゴだ。最近レゴ。レゴですか？レゴめっちゃ楽しいよ。かわいいですね。はい、このようにゆるくコンサドーレの選手の皆さんが普段のね、ピッチでは見られないような素顔を見せてくれるこちらのおしゃべりコンサリレーなんですが、本日の夜8時からも行われます。今日は福森選手、そして東京オリンピックで代表候補にも選ばれている田中俊太選手の2人がライブ配信を行ってくれるということです。2人のアカウントをフォローして皆さんぜひチェックしてください。新野選手会長の発案でスタートした SNS 上でライブ配信を行うおしゃべりコンサリレー、昨日は福森選手と田中選手が登場しました。ルーキーとプロ10年目のディフェンダー同士がサポーターからの質問に答えました。まずはお互いの印象について。いや、俊太はうまいって思ったから、ミッシャサッカーにすぐ馴染んで試合出てくるんだろうなっていう印象だったかな。マジですか？うん。おお、ありがとうございます。僕、福さん見たときはマジで、マジで化け物やと思いました。誰が化け物や。マジで化け物や。えぐいっすよ、福さん。え、何が？褒めて、褒めて。続いては、ランニングで最高何回できますか？数えるの小6ぐらいまでじゃない？そうそう、小学校の時はめっちゃやってました。僕のチームはマジでリフティングばっかりやらされてた。リフティングは役に立つからね。そうですよね、うん、やっといた方がいいですよ、リフティングは。リフティングは大事です。
ここで話は福森選手の愛犬について。福さんの犬モップちゃんって言うんですか。モップっていう真っ黒のトイプードルだから、なんかモップみたいだから、ちょっとみんな雑巾っていじってくるわそのモップちゃんがインスタライブに参戦。おモップちゃんすか、それが噂の。これが噂のモップです。かわいい。モップ出しとけばやっぱ上がるポイント。ワンちゃん出しとけば確かにモップちゃんは可愛かったですが、このインスタライブ応援隊長のはるかちゃんも見てたんですよね。はい、そうなんです。ちょうどこう寝る時間くらいのインスタライブだったので、こう2人のほのぼのトークにこう癒されながら眠りにつくことができました。また新野選手などもコメントでこういじりに入ってきてて、もう時々笑いが多くてすごい面白かったです。でまたこのモップくんなんですけど、インスタのアカウントがあるんですよ、モップくんの。で私フォローして見てるんですけど、あの愛犬私も飼ってるんですけど、同じトイプードルで、色もなんかシルエットもすごい似てて、こう他のワンちゃん見るよりもちょっと愛着持っていつもインスタ拝見しておりますね。そうやっていつもはこうなかなか見られない素顔っていうのをこのインスタのライブ配信では見せてくれてますので、皆さんぜひこちらチェックしてほしいと思います、はい、次の配信は明日行われる予定です。以上、街道コンサドーレ札幌です。チームとしての活動が休止している中、昨日から選手たちの自主トレに宮の沢の練習施設が開放されました。まあ、自分たちはサッカー選手なので、まあ、ここで仕事をいつもしているわけで、この環境を慣れ親しんでいるので、まあ、嬉しい気持ちにはなりましたけど、はい。トレーニングは感染対策に万全を期すため、サポーターはもちろん報道陣にも非公開、完全非公開で行われました。練習後テレビ電話でのインタビューに答えたキャプテンの宮澤は、その中で話をした感じだとやっぱ、まあ、一人一人の感覚、距離感の問題だったり、走る上でもマスクなりをするようにだったり、換気をするようにっていう、指示は受けてますし、まあ、その中で自分たちがそれを徹底して守ることで、本当自分安全な部分を自分たちで作り上げていくことができるかなという選手としてはこういう場所がないとやっぱ仕事をしていけないので、その場を与えてもらえることにまた感謝をしています。練習場でのトレーニングはおよそ2週間ぶりだったということなんですが、ただまだ全体練習再開のめどは立っていないんですね。まあ、施設の消毒はもちろん、選手を3つの時間帯に分散させるなど万全の対策をした上での今回施設開放ということになりました。コンサドーレ情報です。おとといから分散しての自主練習が再開。札幌出身の新野拓真選手が今の思いを明かしてくれました。チームメイトと会うっていうことが僕の中ではすごい楽しかったですし、この今日までの期間、僕の中で、まあ、自粛を頑張って、まあ、一人で家にずっといる期間長かったんで、誰かと会って喋るっていうことがすごい楽しかったです。練習は最大9人までのグループに分けるなど、人との接触8割減を徹底して再開。新たな形のトレーニングで調整を続けています。30分ぐらい軽くランニングして、でちょっとボール菅ちゃんと、まあ、距離を保ちながら蹴って、最大 の予防というか、感染しないための準備はしてくれてますし、動けるスペースを与えてくれているクラブに感謝して。リーグ再開が決まらない中、今後については、再開が決まって自分が動くときにどういった動きができるかなっていうのは不安要素はありますけど、まあ、それはどこのチームも一緒なんで、まあ、そういった中である程度準備期間はあると思いますし、まあ、心の部分、そういったところだけは自分は落とさないようにしていきたいなと思っています。でもクラブとの信頼関係もしっかりできているんだなというような練習再開のコメントですよね。そうですね、感謝の言葉もありましたもんね、うん、この新野選手なんですが、サッカー選手ではありながら、はい、北海道の生産者を助ける活動を始めたことを明かしました。同心スポーツです。フードロス解消へ特設サイト開設、はい、新野選手は今月25日、新型コロナウイルス感染拡大により打撃を受けた生産者を救うためにフードレスキューヒーローを開設しました。このサイトではイベント中止や営業停止などで抱えた在庫を売る場を提供しているんです。
荒野選手は SNS を使っていろんなことを発信したりもしていますが、はい、普段はサポーターに支えられていると。今回は僕自身がサポーター、そして呼びかけを一番に行うコールリーダーになっていきたいという思いから試みたということです。はい、そしてこの取り組みもすでに大反響で、第1弾、はい、長沼町で作られた幸せのアップルパイはこれ50セットが12時間で完売したそうです。はい、詳しくはフードレスキューヒーローで検索するか、荒野選手の SNS をチェックしてください。ではサッカー北海道コンサドーレ札幌です。選手会長の荒野拓磨選手が今できることに精力的に取り組んでいます。まあ、自粛を頑張って、まあ、一人で家にずっといる期間長かったんで、誰かと会って喋るっていうことがすごい楽しかったです。昨日宮の沢で練習を行った後、インタビューに答えた荒野。みんなの暇つぶしになればなと思って楽しみにしておいてください。毎週月曜、水曜、土曜の3回夜8時からインスタグラム上で行うおしゃべりコンサリレー、サポーターと選手が楽しい時間を共有したいと荒野が発案しました。で、今お子さん何してるんですか？パパって言ってないじゃあなんか映りたいらしいんで、ありゃー、かわいい。奥さん見たときはマジで化け物やと思います。誰か化け物や。まあ僕自身今できることっていうのを考えて行動に移そうとはしてるんで、チーム主導話し合ってどんどん提案していきたいかなと思います。さらに荒野は今できることを考え、フードレスキューヒーローというサイトを立ち上げました。イベントの中止や飲食店の休業などで行き場を失った食べ物が無駄になるのを少しでも防ごうという試みです。続けることは大事だと思いますけど、まあ、一番はそういったレスキューがない状況に北海道自体がなっていくことが大事だと思うので、こういうのを知ってもらって普段の生活でやっぱり食べることの大切だったり、そういった自分たちができているのはそういった人たちがいるからなんだよっていうのをみんなも分かってもらえればいいかな。川野さん、荒野選手すごく行動力ある方なんだなというふうに感じますね。今回の自粛でね、すごく動いてらっしゃるなと思って、うん、で荒野選手はこの職に行って、でファイターズは医療従事者に向けて、はい、でレバンガは子どもたちの体を動かすためにとかって、うん、それぞれが動いてらっしゃって、はい、で今職に関してもすごくいろんなところでいろんなものが立ち上がってて、はい、でもそれだけたくさん困ってらっしゃる方いらっしゃるので、うん、いろんなものが立ち上がって、そして影響力のある荒野さんがこれに取り組まれているっていうのはすごく大きいことだと思います、ね、そうですね。荒野選手はいつも試合では多くのサポーターに支えてもらっているので、うん、今度は僕がサポーターになる番ですというふうに話をしています。そして VTR の中にも出てきましたコンサドールのインスタライブの配信、今夜8時からは進藤選手と高峰選手が登場することになっています。詳しくはコンサドールのホームページをご覧ください。ことでここに向かって叫ぶと、またこれもおよそ 70% 音が小さくなります。しかもこれさっきと違うのは、ここにペンでいろいろ叫びたいモヤモヤを書いてこの叫ぶことができるので、写真撮ったりするときとかも映えますし、面白いね。だから穴開いてるっていうか、だから本当に消音器、車のマフラーみたいな。そういうことですね。出す音を少なくしてくれるってことで、ふみさちゃん、はい、書いてください。叫びたいこと、叫びたいこと、今一番叫びたいのはこれ。私が書いといたのでやります。グッズーさん、親父ギャグ寒い。グッズーさん、親父ギャグ寒い。これちっちゃいから聞こえてないですね。小さいから聞こえないで、小さいから聞こえないですね。はい、グッズーさん、親父ギャグ、はい、聞きました。金城さんも結構なもんですよ、ギャグ。嘘だ、そんな寒くない。こういう感じで写真撮ったりしても、あーなるほどね。あー、これいいんじゃないですか、これ。あ、できました。ちょうどね、ペンが赤と黒だったので、お、はい、じゃあグッズーさん、行きましょう。コンサドーレ札幌。おー、本物超バージョン。いや、これ本当に開幕戦がなくなっちゃってからもうずっと叫んでないので、叫びたいですもんね、グッズーさんもね。叫びたいです、うん、ガーン。うわー、いやー、ゴーンっていう、もう
叫びたいですそういうね、はい、皆さんの鬱憤をねこれにそう託して叫んでいただければと思います。面白いですね、面白いですね、はい、はい、あとバケモンやと思います。誰かバケモンやマジでバケモンえぐいっすよ、さえ、何が褒めて褒めて褒めて。続いてはリフティングで最高何回できますか数えるの小6ぐらいのじゃない。そうそう、小学校の時はめっちゃやってました。僕のチームはマジでリフティングばっかりやらされてた。リフティングは役に立つからね。そうですよね、うん、やっといた方がいいですよ、リフティングは。リフティングは大事です。ここで話は福森選手の愛犬について。福さんの犬モップちゃんって言うんですか。モップっていう真っ黒のトイプードルだから、なんかモップみたいだから、あとみんな雑巾っていじってくるわそのモップちゃんがインスタライブに参戦おモップちゃんすか、それが噂の。これが噂のモップです。かわいい。モップ出しとけばやっぱ上がるポイント。ワンちゃん出しとけば確かにモップちゃんは可愛かったですが、このインスタライブ応援隊長のはるかちゃんも見てたんですよね。はい、そうなんです。ちょうどこう寝る時間くらいのインスタライブだったので、こう2人のほのぼのトークにこう癒されながら眠りにつくことができました。また新野選手などもコメントでこういじりに入ってきてて、もう時々笑いが起きてすごい面白かったです。でまたこのモップくんなんですけど、インスタのアカウントがあるんですよ、モップくんの。で私フォローして見てるんですけど、あの愛犬私も飼ってるんですけど、同じトイプードルで、色もなんかシルエットもすごい似てて、こう他のワンちゃん見るよりもちょっと愛着持っていつもインスタ拝見しておりますね、そうやっていつもはこうなかなか見られない素顔っていうのをこのインスタのライブ配信では見せてくれてますので、皆さんぜひこちらチェックしてほしいと思います、はい、次の配信は明日行われる予定です。以上、街道コンサドーレ札幌です。チームとしての活動が休止している中、昨日から選手たちの自主トレに宮の沢の練習施設が開放されました。まあ、自分たちはサッカー選手なので、まあ、ここで仕事をいつもしているわけで、この環境を慣れ親しんでいるので、まあ、嬉しい気持ちにはなりましたけど、はい。トレーニングは感染対策に万全を期すため、サポーターはもちろん報道陣にも非公開、完全非公開で行われました。練習後テレビ電話でのインタビューに答えたキャプテンの宮澤は、その中で話をした感じだと、やっぱ、一人一人の感覚、距離感の問題だったり、走る上でもマスクなりをするようにだったり、換気をするようにっていう、指示は受けてますし、まあ、その中で自分たちがそれを徹底してしました。コンサ入ってどう。先輩方が優しくて、あ、最高です、コンサ。真面目かも今月18日からスタートしたインスタグラムでのライブ配信、おしゃべりコンサリレー。一昨日は2018年にコンサドーレに移籍した白井康介選手と、今シーズンから新加入した金子拓郎選手が仲良しトークを繰り広げました。金子選手かっこいい。どうせやろ、白井君見てがかっこいいって言ってます。まあダンディに見せてるからね。ね、お前なんかツルツルだよ。なんかちょびちょびしか会えないんで、めちゃめちゃダサいんですよサポーターからおうちタイムの過ごし方について聞かれると、ゲームとあと筋トレとかしかやってないです。もうやることが毎日同じですもう今子供2人もいて、うちは確かに外出もできないから、もうずっと子供と遊んで、最近レゴだ。最近レゴ。レゴですか。レゴめっちゃ楽しいよ。かわいいですね。はい、このようにゆるくコンサドーレの選手の皆さんが普段のね、ピッチでは見られないような素顔を見せてくれるこちらのおしゃべりコンサリレーなんですが、本日の夜8時からも行われます。今日は福森選手、そして東京オリンピックで代表候補にも選ばれている田中俊太選手の2人がライブ配信を行ってくれるということです。2人のアカウントをフォローして皆さんぜひチェックしてください。新野選手会長の発案でスタートした SNS 上でライブ配信を行うおしゃべりコンサリレー、昨日は福森選手と田中選手が登場しました。
ルーキーとプロ10年目のディフェンダー同士がサポーターからの質問に答えました。まずはお互いの印象について。いや、シュンタはうまいって思ったから、まあ、ミッシャサッカーにすぐ馴染んで試合出てくるんだろうなっていう印象だったかな。マジですか。うん、おお、ありがとうございます。福さん見たときはマジでマジで化け物やと思いました。誰が化け物や。マジで化け物えぐいっすよ、福さん。え、何が褒めて褒めて褒めて。続いてはリフティングで最高何回できますか。数えるの小6ぐらいのじゃない。そうそう、小学校の時はめっちゃやってました。僕のチームはマジでリフティングばっかりやらされてた。リフティングは役に立つからね。そうですよね、うん、やっといた方がいいですよ、リフティングは。リフティングは大事です。ここで話は福森選手の愛犬について。福さんの犬モップちゃんって言うんですか。モップっていう。その場を与えてもらえることにまた感謝をしています。練習場でのトレーニングはおよそ2週間ぶりだったということなんですが、ただまだ全体練習再開のめどは立っていないんですね。まあ、施設の消毒はもちろん選手を3つの時間帯に分散させるなど万全の対策をした上での今回施設開放ということになりました。コンサドーレ情報です。おとといから分散しての自主練習が再開。札幌出身の新野拓磨選手が今の思いを明かしてくれました。チームメイトであるっていうことが僕の中ではすごい楽しかったですし、この今日までの期間僕の中で、まあ、自粛を頑張って、まあ、一人で家にずっといる期間長かったんで、誰かと会って喋るっていうことがすごい楽しかったです。練習は最大9人までのグループに分けるなど、人との接触8割減を徹底して再開。新たな形のトレーニングで調整を続けています。30分ぐらい軽くランニングして、でちょっとボール菅ちゃんと、まあ、距離を保ちながら蹴って、最大 の予防というか感染しないための準備はしてくれてますし、動けるスペースを与えてくれているクラブに感謝して。リーグ再開が決まらない中、今後については。再開が決まって自分が動くときにどういった動きができるかなっていうのは不安要素はありますけど、まあ、それはどこのチームも一緒なんで、まあ、そういった中である程度準備期間はあると思いますし、まあ、心の部分、そういったところだけは自分は落とさないようにしていきたいなと思っています。でもクラブとの信頼関係もしっかりできているんだなというような練習再開のコメントですよね。そうですね、感謝の言葉もありましたもんね、うん、この新野選手なんですが、サッカー選手ではありながら、はい、北海道の生産者を助ける活動を始めたことを明かしました。同心スポーツです。フードロス解消へ特設サイト開設、はい、新野選手は今月25日新型コロナウイルス感染拡大により打撃を受けた生産者を救うためにフードレスキューヒーローを開設しました。このサイトではイベント中止や営業停止などで抱えた在庫を売る場を提供しているんです。新野選手は SNS を使っていろんなことを発信したりもしていますが、はい、普段はサポーターに支えられていると。今回は僕自身がサポーター、そして呼びかけを一番に行うコールリーダーになっていきたいという思いから試みたということです。はい、そしてこの取り組みもすでに大反響で、第1弾長沼町で作られた幸せのアップルパイはこれ50セットが12時間で完売したそうです。はい、詳しくはフードレスキューヒーローで検索するか、新野選手の SNS をチェックしてください。サッカー北海道コンサドーレ札幌です。選手会長の新野拓磨選手が今できることにされる予定です。以上、北海道コンサドーレ札幌です。チームとしての活動が休止している中、昨日から選手たちの自主トレに宮の沢の練習施設が開放されました。まあ、自分たちはサッカー選手なので、まあ、ここで仕事をいつもしているわけで、この環境を慣れ親しんでいるので、うん、まあ、嬉しい気持ちにはなりましたけど、はい。トレーニングは感染対策に万全を期すため、サポーターはもちろん報道陣にも非公開、完全非公開で行われました。練習後テレビ電話でのインタビューに答えたキャプテンの宮澤は、その中で話をした感じだとやっぱ、まあ、一人一人の感覚距離感の問題だったり、走る上でもマスクなり
をするようにだったり、換気をするようにっていう、指示は受けてますし、まあ、その中で自分たちがそれを徹底して守ることで、本当自分安全な部分を自分たちで作り上げていくことができるかなっていう、選手としてはこういう場所がないとやっぱ仕事をしていけないので、その場を与えてもらえることにまた感謝をしています。練習場でのトレーニングはおよそ2週間ぶりだったということなんですが、ただまだ全体練習再開のめどは立っていないんですね。まあ、施設の消毒はもちろん、選手を3つの時間帯に分散させるなど万全の対策をした上での今回施設開放ということになりました。コンサドーレ情報です。おとといから分散しての自主練習が再開。札幌出身の荒野拓磨選手が今の思いを明かしてくれました。チームメイトと会うっていうことが僕の中ではすごい楽しかったですし、この今日までの期間、僕の中で、まあ、自粛を頑張って、まあ、一人で家にずっといる期間長かったんで、誰かと会って喋るっていうことがすごい楽しかったです。練習は最大9人までのグループに分けるなど、人との接触8割減を徹底して再開。新たな形のトレーニングで調整を続けています。30分ぐらい軽くランニングして、でちょっとボールすがちゃんと、まあ、距離を保ちながら蹴って、最大 の予防というか、感染しないための準備はしてくれてますし、動けるスペースを与えてくれているクラブに感謝して。リーグ再開が決まらない中、今後については、再開が決まって自分が動くときにどういった動きができるかなっていうのは不安要素はありますけど、まあ、それはどこのチームも一緒なんで、まあ、そういった中である程度準備期間はあると思いますし、まあ、心の部分、そういったところだけは自分は落とさないようにしていきたいなと思っています。でもクラブとの信頼関係もしっかりできているんだなというような練習再開のコメントですよね。そうですね、感謝の言葉もあります。